どうも、黒さんです。今日は努力の前にやることというテーマで学んでいきます。まず努力という頑張ることはとても大事なことです。例えば学校のテストで100点目指すとか、仕事で成果を出すように努めるとか、自分なりに頑張ることはとても大事なことです。で、よっぽど努力の方向性が間違っていなければ、その努力は何かしらの結果や自分の大切な経験値に変わっていくので、僕は自分自身が頑張れる世界を作っていくことはとても大事だと思っています。で、今回お伝えしていくことは努力の前にやることということなんですけど、努力することはもちろん大切なんだけど、努力する前にあることをやってほしいんですよ。これができるかどうかで努力の質も変わっていくので、ぜひ最後まで見てください。じゃあ努力の前に何をやるべきか。それは努力する前にまずその物事をコントロールすることです。要はコントロールができて初めて努力する条件が整うんですね。例えばアルバイトを経験されたことがある人はわかると思うんですけど、初めてのアルバイトってその仕事を覚えるのに必死ですよね。仕事の基本的なことを覚える、職場の人の名前を覚える、やり方を教えてもらうとか、これらは最初全く自分でコントロールできないことなんですよ。最初は何をやるかという仕事もわからないし、職場の人の名前もわからない、やり方を教えてもらわないと覚えることもできない。それに初めてのアルバイト経験で緊張して体がぎこちなかったりして、本来のパフォーマンスが発揮できなかったりもします。もうこれは当然の出来事です。でもバイトを始めた時期はコントロールできないことだらけだったけど、そこから少しずつ仕事を覚えていく中で、職場の人の名前を覚えたり、自分なりの仕事の工夫を生み出したりして、だんだん自分がコントロールできるものに変わっていくんですよ。もっとこうやって見た方が効率いいかもとか、お客様にチラシ渡した方がリピート率上がるかもとか、あ、このアイディア店長に提案してみようとか、少しずつ自分の中でコントロールできることが増えていくんですね。で、自分がその物事をコントロールできるようになって初めて努力ができるようになるんですよ。だから自分がコントロールできることを増やすためにも環境を整えたり、少しでも能力を磨いて自分が望んでることの物事をコントロールしていくこと、これ努力する前にほんと大事な心構えなので、ぜひ覚えてください。できたら自分がコントロールできることだけに集中していくこと、結局これが大切かなと僕は思います。じゃあ次にコントロールしていくにはどうしたらいいかというと、質問をしていくことが大切になってきます。まず最初のステップとして、コントロールする対象を意識していくこと。例えば先ほどのアルバイトの例で言うと、仕事を意識するのか人間関係を意識するのか、人は意識しないと気づかないし、コントロールすることができません。で、意識というのは目の前を照らすサーチライトと言われていて、一つのことしか見えないのが意識の特徴でもあるんですね。で、質問することでたった一つしか捉えられない意識をそこに向かわせることができます。例えばあなたはこのバイト先で何が勉強になってると聞かれると、何が勉強になってるかなって意識がそこに向かいます。職場の人で親切な人は誰ですかって聞かれると、職場の親切な人って誰かなってそこに意識が向かいます。質問をすることによって意識をそこに向かわせることができるので、あなたがコントロールしていきたいものに対して質問してみるということを実践してみてください。質問すればするほどコントロールしたいものに集中していけるので、まずは努力をする前にコントロールできるようにすること、そのために質問をしてその物事に意識を集中させる、この2つを努力をする前にできるかどうかで努力の質っていうのが格段に上がっていくので、ぜひできることからやってみてください。で、いまいち方法などがわからない場合はこの動画に質問してみてください。質問は僕自身も勉強になるので、どんどん気になったことはコメントください。あとこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。